ちゃん質問です。はい、これ、はいはい、今、うん、この動画では買い取りに向かってる、そうですね、動画ですけれども、はい、今買い取りをしてもらいたいなと、はい、売却を考えてる人に向けて、はい、なんか気をつけておきたい、置いてほしいポイントとか、うん、なんか買い取りに向けた、うん、なんかそのやっておくべきことみたいなことって何かありますか？はいはいはい、ありますよ。結構査定に影響、いや、めちゃめちゃ大きいところ、これは本当に大きいポイントです。まあ、本当にこれはちょっと抑えておいてもらいたいなっていうポイントなんですけど、はい、これよく僕動画で、ね、相場情報とかやってるじゃないですか。はい、やってますね。で、その時に距離によって相場がちょっと変わるよ、大きく変わってくるよっていう距離があるっていうのは言ってるんですけども、そうです、はい、まあ、例えばで言うと、まあ、その買ってすぐの本当何十キロっていうとこと、少し乗ってもその1000キロ行くか行かないかっていうとこだったりとか、まあ、あと1万キロ行くか行かないかとかで、まあ、一般的なその中古車っていう括りで言うと、やっぱ3万キロ行くか行かないか、で5万キロ行くか行かないか、で7万キロ行くか行かないか、で10万キロ行くか行かないか、その距離によってちょっと大きく下がっちゃうとこがあるんですよ、はい、中古車の、はい、車っていうのは。で、じゃあ今それ聞くと、じゃあ3万キロ行かなければじゃあ大丈夫かって思うじゃないですか。そうです、2万9000くらいまで乗ってたら、あと100キロだったらちょっと乗るの控えようかなっていうふうにで思うじゃないですか、はい、ただこれってちょっとこの車業界のちょっと中の話になっちゃって、あれなんですけど、一応まあね、その相場っていうのは、その車屋さんが仕入れる、車を仕入れたり売ったりするオークション会場があるんですよ、はい、でまあそのオークション会場での、取引されたね、データをこうオークション相場として見てるんですけど、一応これが例えば28,900キロ、28,900キロだった場合、28,900キロだった場合、そのオークションに出すときには一応表記が29,000キロになるんですよ。ああ、繰り上げになるんですね。繰り上げになります。で、例えば29,010キロ、はい、これが表記上だともう3万キロになっちゃうんですよ。ああ、結構大きく上がるんですね。そう、もう1キロでも超えてたら、あ、もう3万キロになっちゃうんで、はいはい、ってなる、いうことはですよ、さっき言った3万キロで相場が変わるって言ったんですよ、変わっちゃうんですよ。じゃ、もうそのギリギリのところだったらもう2、3キロでだいぶ何十万も変わってくるっていう。そうです。そう、なので今言ったその距離で変わるポイントはありますね、はい、その100キロ超える超えない、1000キロ超える超えない、1万キロ超える超えない、3万キロ、5万キロ、7万キロ、10万キロ、それぞれ例えば、まあ、3万キロだったら2万8000キロ台、2万8000キロ台、はい、2万9000になっちゃうと要は3万キロ扱い、はいはい、2万8000キロ台、うん、5万キロだったら4万8000キロ台が一応そこのピークで、あ、なるほど。なので、例えばその前後で、売却、例えば考えられてる方がいたら、そのちょっとそこの距離の繰り上げになっちゃうんだよっていう、その表記というか、一応車のその扱いとしては売り上げになっちゃうんだよっていうのだけ覚えておいてもらって、結構そこで数十万円ね、やっぱ変わってきちゃうんですよ。だったら、まあ、超える手前でね、4万8000キロ台とかの手前で売っちゃった方のが絶対いいって言っちゃう。ギリギリすぎてもあんまり良くないですよね。整備とかで動いただけで。そうですね。なので2万8000
999キロ、はい、ってなっちゃうと、まあ、そのオークション会場内の移動ももちろんあるので、はいはい、そうなので、まあ、28,000、まあねまあ、500キロぐらいとかまでで、まあまあ、800キロぐらいまではよっぽど大丈夫ですけど、まあまあ、200-300ぐらいは残しておいてっていう、ね、余裕もしたいけどな、はいはいはい、そうなので繰り上げになっちゃうんだよっていうのだけ覚えておいてもらって置いた方が多分いいと思います。これ何十万かあるんだったら大きいですね。そうですね、うん、そう、まあ、もちろんその、ね、買い取りに対しては、まあ、もちろん年式走行距離である程度は決まってきちゃう部分なんですけど、はいはい、まあ、もちろん他にもその車のね、あの個体別っていうか、まあ、状態だったりとか、うん、